敵、みんなありがとう。そう、19歳になりました。やっと無事19歳になれました。ありがとう。寒いね。そう、お誕生日界隈です。ありがとう。そう、もう19歳なの。あー、佐藤くん、クラッカーありがとう。ありがとうです。はい、お誕生日なんですよ。ありがとう。あ、みんなありがとう。あら、クラッカーもケーキもいっぱいありがとうございます。あ、バルーンもありがとうございます。そう、ハッピーバナナです。わあ、みんなマジみんな優しい。ありがとう。お誕生日おめでとうが盛りだくさんです。もうなんか日に日にっていうか、毎年こう年を重ねるごとに祝ってもらえる人数が増えていってて嬉しいですね、すごく。あ、そうや、それで思い出した。そうなんですよ、実は皆さんに見せないといけないものがありまして、そう、誕生日プレゼントが届きました。お誕生日プレゼントがね、届きまして、じゃじゃーん、くまちゃん来ました。1位のなったくま、じゃーん、大きいクマもちっちゃいクマも来ました。ダブルでもらえたよ。皆さんのおかげです。ありがとうございます。え、タワー来てる。え、ちょっと待って、どちょっと待って待って、え、どこちゃーむー。うわ、ほんまや、東一心さんありがとう。タワー来た、クマありがとう。東一心さんありがとう。タワー来た、ありがとうね、ほんと。そう、2個ももらえたよ、みんなのおかげで、ほんま。そう、ケーキ食べたよ。マジでみんなのおかげ、みんながたくさん協力してくれたから、あのオータムフェスのイベント出場することもできるし、この念願のクマちゃんももらえました。嬉しい。まあ帰りで会いましょうね。ああ、もうね、大阪のね、握手会も追加されてるので、ぜひぜひ、なんか神戸と、まあ、帰りと名古屋とかそんな感じだったから、会えへんって、大阪がないから会えへんって言ってる人いっぱいおったんやけど、大阪来たのでぜひぜひお願いします。10月におない可能性だ、直接お頼み言いたかった。わお、でもまた来てくれる時に言ってくれたら、そう、お誕生日の話とかもできますんで、皆さんぜひたくさん会いに来てください。19歳もお願いします。よろしく。かわいいやろ、マジで。クマ大小っていうのが良くない？めっちゃ嬉しくねんけど、このクマほんま欲しかった。嬉しい。みんなありがとう、ほんと。ラストティーン、そうやねん、ラストティーンなんですよ。今日はね、ヒョウ柄のパンをママと一緒に作ったんだ。失敗したけど、そうなんです。バリバリ学生やと思ってた。そう、もう19歳なんですよ。ありがとうです。19歳はね、どんな年にしたいかっていうと、何事も楽しんでいきたいですね。18歳は本当にいろいろあったので、
一番は高校を卒業したっていうのもでかいんですけど、あ、ごめん、猫も泣いてます。ありがとう、くまちゃん、日賀直さん、ありがとう。そう、19歳はそう、ん、何？何の話？18歳はなんかね、同期がさっき昇格したりとかもあった年やし、まあそれで悔しい思いもありましたけど、でも東京のやつ選んでいただいて、すごい嬉しい思い、楽しい思いもできましたし、こうやってオータムフェスのイベントも参加して、くまちゃんもゲットできて1位になってできたし、あとはね、なんだろうね、あ、千秋楽、世代交代が千秋楽を迎えたのもありますし、いろいろありましたね、本当に。あ、卒業があったりですね、同期の。もう本当いろんな感情がすごい多かった年やったんですけど、まあきっと19歳もそんな年にはなると思うんですけど、そう、ほんまや、センターもね、公演でできたりとか、ライブでセンター立たせていただいたりとか、本当に何ですか、当たり前じゃない経験とかもたくさんさせていただいたので、今年はもっともっと、今年はもっと上を目指して頑張っていきたいです。まずは昇格、これは一番ですね。頑張ります。そう、19歳もまあ天奈らしく頑張ります。マイペースに、マイペースにっていうか、まあまあ元気に、明るく、ポジティブに頑張ります。そう、頑張るぽよー。テンナはテンナらしくずっといます。ここにショールームって書いてた、かわいい。そう、今のままでね、行かせていただきます。そう、みんないっぱいキューキもツイートしてくれたり、皆さんもたくさんポストしていただいて、コメント、テンナのお誕生日19歳になりましたのやつにコメントしてくださってる方も全て読ませていただきました。本当にありがとうございます。そう、画像とかもね、作ってくださってる方もいたり、何、おめでとうとか、感想、なんていうん、これとか好きでとかいう ALT とかまでいっぱい書いてくれてる人も全部読ませていただきましたので、本当にありがとうございます。ペンライトありがとう。そう、ありがとうね、本当。ケーキ買って今から食べますね。ぜひポストしてください。それは何のケーキ食べるの。ありがとう。ラストティーンってやばいよな。次はもう20歳ですから、生誕ティーのデザイン早く見てほしい、みんなに。そうですね、今年はもっともっとたくさんの人に自分のことを知ってもらえるように頑張りますので、これからも応援してください。皆さんよろしくです。あ、そうや、ケーキ食べてくれてる人とかもいたね。嬉しかったね。コンビニやけどケーキ買って、おめでとう、ありがとう、嬉しいね。みんなお祝いしてくれてありがとう。そう、誕生日おめでとうです。今年はボイスメッセージで来るのが多かったね。ゆま、西ゆまとか、マナとか、マナミンね、マナとか、青原姉妹2人ともからここでボイメが来て、はい、嬉しかったですね。ボイメほんま面白い。まだ売ってなかったか。そうかそうか。いつだろうな。
ちょっとまあデザインとか色はね、ちょっと楽しみにしといてくださいよ。20歳も祝わせてほしいかな。祝ってくれよ、祝っておくれ。てんちゃんはバースデー何したちゃむ？ケーキ食べたちゃむよ。ケーキ食べた、美味しかったよ。幸せちゃむ。爆笑メッセージあった、あったよ。めちゃめちゃね、マナとユマに関してはあの歌が届きました。ボイスメッセージで歌が届きました、2人から。全然テイストの違う歌が。そう、ありがとう、ありがとう、おめでとうしてくれて。何ケーキ、フルーツタルトのケーキを食べましたね。こよさんからは、こよ様からはメッセージが届きました。あの普通のおふざけなしのメッセージが届きまして、でやっぱ面白いなと思いましたね。こよ様は頭がさえてるので本当に話してておもろいんですね。ありがとう、愛されてるね。キューキーみんな優しいです、ほんと嬉しいね。みんなもツイートしてくれてたりしたんで嬉しかったな。幸せ。あーみたんから向きました。ちなみにキューキーでの一番は、九期での一番っていうか、もうテンナの世界の一番は美空でした。今回19歳の誕生日の一番は美空が一番でした。おめでとう、嬉しかったです。テンナは激キモ女なので、自分の誕生日の1分前にアラームをかけて、あの画面録画して携帯の前に選んでました。ほんでみんなから来る通知を見てニヤニヤしてましたね。そうだからみんなに言ってて、マジで待機してるから送ってんなって言って。そう、レオからも来たよ、もちろん。そうそう、変なは待機する人なんですよ、いつも。ほんま？かわいいんか？そう、秋おめじゃないよ、おたおめやから。まだです、秋おめは。あ、セブンオブナインさん、タワーありがとう、ありがとう、ありがとう、ほんまに。見て、チュキュンってタワーが2個立ってます。ありがとうです。今日はアイドルっぽいな、アイドルやからな一応。誕生日にジャンプした、待って待って、マジでさ、今年の誕生日さ絶対ジャンプするって決めてたんやった。めっちゃ忘れてた、全然座ってたわ。うわー、めっちゃ忘れてた、絶対飛ぼうと思ってたのに。がっくしやわ、マジか。ありがとう、思い出させてくれて。あー忘れてた。テンナはテンちゃん何時に生まれたん？テンナ何時に生まれたんやろ？テンナって何時に生まれたんやろ？朝かな、朝とか言ってなかったかな、4時とかやなかったっけ、分からん。年越しジャンプしよう、あ、年越しはやるわ絶対。誕生日ジャンプ始めてきた。そう、誕生日にやりたかった。あ、15分来た。20歳になる時に飛んだら、確かに20の時飛ぼうかな、来年飛ぶわ。
ありがとうみんな。そうそう、リハもあってね。そうなんです。もう皆さん次会うのはライブですかね。89のライブですかね。もうその時には19歳なので、っていうかもう今が19歳なんですけど、19歳のペンナ一発目のライブ頑張ります。みんな応援してね。二十歳もみんな応援してください。じゃあお祝いしてください。それじゃあ15分経ったのでルームスに移行したいと思います。ルームスも皆さん来てください。くまちゃんです。ではでは、ありがとうです。なあ、てんのもいつなるかは分からへんけど、まあちょっとしばし待ちましょう。ではランキングを読みます。13位ルドルフさん、ありがとう。12位おでん屋さん、ありがとう。11位大きな M さん、ありがとう。10位葵ちゃん、ありがとう。9位塩まよさん、ありがとう。8位原初の黒さん、ありがとう。7位ウィルソンさん、ありがとう。6位タグリンさん、ありがとう。6位5位ふたばちゃん、ありがとう。4位お茶さん、ありがとう。3位日がなおさん、ありがとう。2位あずま一心さん、ありがとう。そして1位はセブンオブナインさん、ありがとう。あずま一心さんとセブンオブナインさん、タワーもありがとうございました。ありがとう。はい、お礼配信はちょっとまたゆっくり時間がある時にやりたいと思います。ほんまみんなありがとう、急にやる言うて来てくれて嬉しかったです。ルームスも来てください。またまた19歳も楽しみましょう。では終わります。ありがとう、みんなのおかげでくまちゃんももらえました。ありがとうね。ではでは、末永くよろしくです。またねー。